小雨がぱらついています。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。セパ交流戦、千葉ロッテマリーンズ対阪神タイガースの2回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。まずはマリーンズの先発二木が ZOZO マリーンスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている鳥谷。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは二木、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。藤岡、アウト、ツーアウト。バッターは注目のルーキー長嶋。ツーアウトランナーありません。この回の二木2球でアウト、あっという間にツーアウトです。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁、バッターは王。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーは二木、ここまで5勝をマークしています。初球変化球は空振りです。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど、先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。タイガースマウンドに上がるのは先発のダルビッシュ。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。荻野が打席に入ります。さあタイガースはルーキーが登板ということになります。さあ打った、高く上がった、さあどうだ、センター左へのヒット、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には角中が入ります。さあ先制のチャンスです。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですよね。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ここはあっという間に追い込んでいます。手が出ません、三振。ここは打ってほしかったんですけど、まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には3番の鈴木が入っています。引っ張った、取った、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスにはレアードが入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、打ちました、この当たりはどうか、一郎掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには指名打者の山川。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。マリーンズの先発は二木、ここまで9試合に登板して5勝2敗という成績。前回の登板は9イニング投げて自責点に白星を挙げて打ちました。ショート弾く、ボールを拾ってアウト、ワンアウト。バッターは注目のルーキー金本。二木まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目打ちました、
左中間に強い打球、これはどうか、センター掴んで2アウト。バッターは7番に入っている新庄。2アウトになっています。この回の二木4球で2アウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。インサイド落ちました、取って3アウトです。2回の裏になります。マリーンズの攻撃、バッターは5番中村。マリーンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。さあバッターはマーティン、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。ファウルになります。打ちました、左中間に大きな打球、さあどうだ、センターが取りました。2アウトです。バッターは7番に入っている藤岡。2アウトになっています。この回のマリーンズ打線ですが4球で2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。インサイド落ちました、このフライは切れそうだ、切りました、ファールボールです。打ちました、セカンド弾く、これはセカンドのエラーです。ランナー出ました、千葉ロッテマリーンズです。2アウトランナー1塁、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている田村。エラーでランナーを出しています。空振りです。いいところへ決まります。ノーボール2ストライクです。大きく外れました、打ちました、弾き返した打球はセンターへ、ここは打ち上げています。新庄抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。2回終わって0対0同点です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですがいかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね、素晴らしいピッチングが続いています。打った、これはどうか、センターに抜ける、プロ初打席で初ヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは城島、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。2球目打ちました、この当たりはどうか、センターが取りました。打順は1番に帰ります、バッター一郎。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。セーフ、もう一球牽制球、一塁はセーフ、高め打ちました、これはどうだ、中村、二塁は無理、一塁送球、ツーアウトになりました。さあそして打席には鳥谷が入ります。さあツーアウトながら先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。キレがありますよね。アウトコース、キレのある変化球で空振り、打ちました、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そう、初球打ち、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、センター掴んでワンアウト。打順はトップに帰って荻野。前の打席はツーベースでしたからね、ええ、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。ええ、期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。
入れました。ファールボール。変化球空振り、ツーアウトになりました。さあバッターは角中、強振してきました。低め見送りました。ストライクです。ノーボールツーストライク。インコースファウル。さあ4球目は何か、打ちました。これはショートライナー。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。3回終わって0対0、同点です。回は4回の表に入っています。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは長嶋。さっきはいい当たり、初球打ち、これはどうか、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスは4番、王。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。二木、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目、打ちました。これはどうだ、取りました。一塁送球、アウト。スーパープレーが飛び出します。走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、よく届きましたよね。バッターは今日 DH に入っている山川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコース打ちました。鈴木、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。マリーンズ4回裏の攻撃になります。鈴木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。いいところだったんで打ちたかったですけどね、ええ、まあ切り替えてここで挽回ですよね。そうですね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ショートが構えます。鳥谷が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには4番レアード。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。この打球はフライになっています。金本掴んでツーアウト。バッターボックスには5番中村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。ランナー出ました。千葉ロッテマリーンズです。ツーアウトランナー1塁。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかりストレート決まっています。スピードボールを持っています。打ちました。サード取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回の表、里崎さん、ここまで文句なしの投球で来ていますがどのようにご覧になってますか。理想的なピッチングでここまで来てますよね。まあ打った、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。ご覧いただきましょう。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあそしてバッターボックスには新庄入っています。また嫌なバッターですから、バッテリーも気が抜けないですね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあここまで両チームゼロで来てるんで先制点は重要になってきますよね。なるほど、そうですね。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。バックホームする、セカンドランナーホームイン。タイガース先に点を取りました。1対0、先手を取られてしまいました。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。バッターボックスは8番、井口。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。マリーンズこの回先制点を許しています。里崎さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあ当然、打ちました。これは破りました、センター前。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。いやーコースは良かったんですけどね。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですね。右中間へ、これは面白い当たりになった。この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には一郎入ります。さあワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですよね。
ストレート打った、ショートの左抑えた、二塁へ送球、二塁一塁はセーフ、際どいがゲッツーは免れました。さあそしてバッターボックスには鳥谷が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っていて、外の球打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。しかし赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから、ここからですよね。そうですね、バッターの奮起に期待したいところです。変化球空振り、ワンアウトです。8番バッター田村、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。グラブが届いた、一塁送球アウト、これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。このプレーは大きいですよね。バッターボックス岡、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで、今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。打ちました、痛烈、ショートうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって1対0、タイガースが1点をリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、ランナー3塁のチャンス、しかし打ち上げてしまいました。先制のチャンスを逃します。3回の表、ランナー2塁のピンチ、ここはしのぎます。なかなかゲームが動きません。5回、先制のピンチ、7番バッター新庄、センターへ運ぶタイムリー、マリーンズ先手を取られます。これから6回、タイガースの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。背番号23、酒井が2番手としてコールされています。バッターは長嶋、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。マリーンズ1点ビハインドで迎える6回、打ちました、ショートが取る、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の山川、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました、藤岡、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、マリーンズ打順よく1番から始まります。荻野がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほど打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。2番バッター角中、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。調子は悪くなさそうなんで、今度やってくれるかもしれませんね。そうですね。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド、ライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。ライト掴んでツーアウト。バッターボックスは3番鈴木、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。インコース空振りです。あっという間にツーストライクです。ファウルになります。打ちました、鳥谷が掴んでスリーアウトです。里崎さん、僅差での勝負となってますんで、この回1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。打った、高く上がった、センターが下がっていく、下がって入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。
これで3試合連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。終盤で大きな追加点を奪われました。今画面に出ているのが先ほどの配球です。打ちました。藤岡アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番井口。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。ワンアウトランナーありません。打ちました。取りました。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは9番城島。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。初球打ち、ここはフライになっています。中村が抑えて3アウトチェンジです。赤星さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。そうですね、まずは狙い球を絞って。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。新庄抑えてワンアウト。5番バッター中村。前の打席はジャストミートでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは DH マーティン。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のマリーンズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ショートに任せます。取ってスリーアウトです。反撃したい。これから8回タイガースの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。チェンがマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターはイチロー。今日はまだ当たりがありません。マリーンズビハインドで迎える8回です。さあ引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。2番バッター鳥谷。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなしです。初球ボール、インサイド落ちました。これはどうだ。ボールを拾ってアウト。ツーアウト。バッターボックス長嶋。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。中村一塁アウト。スリーアウトです。この8回の裏に入りました。7番から始まるマリーンズの攻撃。藤岡がバッターボックスに入り、初球打ち、打球は右中間へ。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス田村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センター掴んでツーアウト。打席には9番バッター岡。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のマリーンズ打線ですが、たった3、打った。この当たりはどうか。真ん中を破りました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。岡、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー2塁。と分かっていても打てないボールです。ファウルになります。タイミング合ってましたよね。スライダーを狙っていたのかもしれませんね。ああそうですか。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。センター前ヒット。これで3試合連続のマルチヒット。よくチャンスを広げてくれましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには2番の角中が入っています。インコースインコースと続きます。これも見送りました。難しい球はストライク。ファウルボールです。次が4球目。
空振り三振、前にボールを飛ばせません。残念ながらあと1本が出ませんでした。先ほどの投球です。ストレートにタイミングが合いませんでした。まあ思っているより伸びてきたんでしょうね。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。8回終わって2対0タイガースがリードしています。里崎さん、ビハインドで迎えた最終回です。どのようなピッチングを期待されますか？もうとにかく最後までしっかり抑えてもらいたいですね。そうですよね、きっちりと抑えたいところです。低めの変化球です。ボール先行です。これはバットが泳ぎます。変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者の山川。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。赤星さん、まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね、ここまで来るとランナーを貯めようというよりもなんとか1点返そうという気持ちになってくると思いますからね。そうですよね、そんな展開になるんでしょうか。4番バッターレアード、今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。4球目は何で来るか。ファウルになります。6球目は何で来るか。これもファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。城島掴んでツーアウト。バッターボックスは5番中村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待します。打ちました。セカンド取る。これで3アウト。試合終了になりました。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。千葉ロッテマリーンズは屈辱の黒星となりました。赤星さん、今日は打線が完全に封じ込められてしまいましたね。振り返っていかがでしょう。まあでも正直ね、こういうやられ方だと気持ちは切り替えやすいと思いますね。そうなんですね。次のゲームにまずはフォーカスしてほしいと思います。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。